マミムーム。どこ、ここどこ、捕らえられ、あ、ムクジラ部長捕らえられたんかもだ。副部長、違いますよ。ええ、どうしたんですか。一瞬どっか行ってたってことですか。ちょっと一瞬意識が、うわー、え、どこに行ってた。一回レムリア行ってました。一回行ってた、レムリア、レムリアに、レムリア行ってたか。一回ほんまに精神世界に行ってたってことですね。危な、持ってくれてよかったですね。いや、あ、今日部長もいらっしゃったんですね。あ、今回もね、部長来てるんで、ちょっとだいぶあの、はい、厳しい目があると思うんですけども、はい、今回ちょっとなんかちびる松村さんが、はい、あ、そうですね、今回ちょっと僕あるということで気になったところがあるんですけども、前回ですね、前回というか、あの、いつか、うん、この号ですね、 11月号ですね、1981年、あ、これにですね、あ、これ活用できるなと思う、結構ですね、あの、ほうほうほう、なんですかね、情報として結構面白いなって、あの、生活にこう密着した情報が載ってて、でこれ気になるなと思って、うん、まあ、UFO とか知識も面白いんですけども、うん、あの、活用できるオカルト、あ、それはいいね、明日から使えるオカルト、うん、これいいかなと思って今回紹介したいなと思うんですけども、はいはいはい、副部長に聞きたいんですけども、最近どうですか、うん、調子。調子ね、ずっとしんどい。ずっとしんどい。ずっとしんどい。確かに人ってやっぱりスランプって言葉があるみたいな感じで、うん、調子いい時もあれば調子悪い時もあるんですよ。もうね、ずっと。で、これをですね、寝袋でずっと寝てるから、あ、じゃあもう原因明白ですね、うん、体がバキバキやね、マジで。なんで寝袋で寝てるんですか。あの、みんなが泊まってんねん。え、でやっぱお客、ゲストには布団敷かなかやんか。え、ゲストに布団敷いて副部長は寝袋で寝てるんですか、うん、で、あの、本を枕にして寝てるからね。あ、でそれがまたアレスター・クローリーの魔術の本やって、はい、なんかええ夢見られへんよもうやっぱでもね、オカルトの方が、ね、はいはい、なんか、なんですか、体調悪いです。そういうのも、うん、あの、まあ、外的要因もあるんですけども、まあ、でもね、そもそもあれ、あ、調子があるんですね、人には調子いい調子悪いがある、ある、ある、ある。調子いい調子が悪いっていうのが昔からこうなんとなくみんなもこう、うん、皆さんもなんとか肌感であると思うんですけども、バイオリズムご存知でしたかそれを調子いい調子悪いなってい こう感覚を、あの、科学的に分析したのがバイオリズム、バイオリズム活用術ですよ。これについてですね、ムーにこう載っていたので、ほうほう、ちょっとここをまとめていきたいなと思ってお話しさせていただきますね、うん、でバイオリズムとは何かっていう話なんですけども、うん、人間にはですね、3つのリズムがあるんですよ。3つ、はい、身体のリズム、うん、身体のリズム、体ね、ですね、体でフィジカル、フィジカルリズム、うん、身体のリズムと、あと精神のリズムですね。精神のリズムは、感情リズムは、うわ、ダメだ、マインド、マインド、あ、ダメだ、感情リズムがあるんですよ、ま、感情リズムね、感情のリズムと精神のリズムと、うん、してね、知的能力のリズム、だから頭の回転みたいな、そうですね、だから勉強ができるできないみたいな、はいはい、なんかそれに関しては完全にもうですね、あの、うん、高校と大学の、うん、テスト、何百人のテストの結果をですね、うん、こう見ていると、なんかこの人たち調子いい調子悪い時あるなみたいなことを、それを分析したら、あ、知的のリズムっていうのもあるなっていうのは後から分かったんですよ、これは。あ、はい、まあ、確かにね、身体のリズムと、うん、あの、知的のリズムと、感情の起伏のリズムがあるっていうのが分かったと。あるある、それはあるよ、はい、でその3つの身体のリズムをですね、調子いい調子悪いなって感覚で分かったんですけども、分析した結果、あのですね、23日と28日と33日っていうのが分かったんです。これ何かっていうと、身体のコンディションが23日の周期、これ周期なんですけど、うん、身体のコンディションはまず23日の周期で良い悪い、良い悪い、こうリズムが分かるっていうのが、あの、統計学で分かったと。で次がですね、精神のリズムです、感情ですね、うん、感情が、あ、なんか調子悪いな調子いいなっていうのは28日間のこのリズムで良い悪い、良い悪いっていうのがあると。で最後、知的のリズムっていうのは、うん、33日間の、リズムがあると。出てんのも出てんですね。でこれですね、あの、さっき、あの、副部長に最近調子どうですかって聞いて、うん、調子悪いなって言ってたじゃないですか、うん、でこれですね、僕あらかじめ調べてきたんですよ、え、生年月日で、
これですね、もうあの結構これ情報漏れまくってるやん、漏れまくってるんですよね。これですね、うん、かなりあのムーの、1981年の情報なんですけども、いま、うん、だにこのバイオリズム活用軸っていうのはメジャーでこう皆さんこう調べるようなことになってるらしくて、うん、それすぐ調べれる、調べれるんですよ。あの計算方法とかもあるんですけども、はいはい、今はインターネットでバイオリズムで検索していただくと、うん、皆さんあの生年月日と今の年を、はあはあ、日付を入れていただくと出てくる。で副部長のあらかじめ調べてきました、はいはい、で身体ですね、身体、今日の身体、あの感覚的にはどうですか、調子、ちょっと悪いね、あの平均よりちょい下ぐらい。おっしゃる通りでした。え、当たってる、当たってる、身体もうめっちゃ下でした。あ、だから身体の、23日のリズムですね、23日の周期で、うん、今は下に行ってる時ですね。で次がですね、感情ですね、うん、精神の方、それどう思います？精神はね、うん、普通よりちょい下やね。ああ、当たってますね。精神も今めちゃくちゃ調子悪いんですよ。だから身体も精神も副部長は今すっごい調子悪い状態なんですよ。なんとなく肌感で分かりました。分かる、分かりました、うん、でも先月どうした？先月調子良かった。ああ、だから今こう周期がこう波で下がってる状態なんですよ、うん、だから知的って、まあ勉強だったりとか、うん、普段多分オカルトの勉強とかされてると思うんですけども、うん、それに関しては今調子どうですか？知的はもうずっと調子悪い。調子いいんですよ今それが、これで、うん、残念ながらやっぱ誰しも調子悪い時どんなんなの？誰しもやっぱりうん、めっちゃ勉強が何ですかね、勉強が得意な人、不得意な人いらっしゃいますと思うので、うん、まあ、基準があるんですけども、基準で言うと今副部長の基準があって、その基準の中で今調子いい、はい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 、感覚的には調子悪いと思ってらっしゃるらしいんですけど も、うん、でもいやずっと調子悪いと思ってるから。あ、本当ですか？だから今はいいってことだよね。いい方ですね。ほうほうほう、調子悪いけどもいい方、ほうほうほう、でもこれがマックス結構いい状態だったので、今勉強とかしたらかなりいい。あ、でもやっぱりこうムーブの収録してるからやっぱ調子いいんやろ。調子いいんですよ今、うん、だいぶ最初だいぶ調子悪かったけどね。はいはいはい、はい、でですねこれちょっと読みながらやらせていただくんですけども、うん、この23と28、身体のリズムと、精神のリズム、この23と28の数字がかなりこう不思議だなっていう話、実験結果がありまして、はいはい、要はですね、哺乳動物界における妊娠期間がですね、うん、結構この23と28の数字が結構絡んでくるっていう話をこうまとめてあるんですよ。これがすごい面白いので、うん、一回ちょっとこう映しながら説明させていただいてもいいですか？お願いしますね。確かにね、なんかこう自分で把握しとけば、はい、こうスッと入るな。これですね、これ、哺乳動物界における妊娠期間の不思議、うん、でまずネズミが書いてあるんですけども、これ23日なんですよ、うん、あ、妊娠が期間が23日間子供をお腹の中に入れてくる、うんうん、でウサギ、リス、モグラは28日間、なんか合ってるやん、そのさっきのやつ、うん、で猫は56日間、うん、28のリズム、周期 28×2、 でイタチは69、 23×3、 ヒョウは92、23×4、 豚は115、 23×5、 アルプスヤギ、うん、いきなりこうレイヤーがこう下がってマニアックになってくるんですけど、ヤギ種類ヤギじゃないですよ、ヤギじゃないんですよ、アルプスヤギ、うん、168、 28×6、 うん、で大鹿、うん、276、23×12 で人間とノロシカ、うん、鹿2種類、他の鹿のことは書いてないですけどね、うん、なんか見つけていってる感じするよね見つけていってる感じ、そんなことはないか、絶対それはないですよ、だってこう、まあ、でもここまでソロも珍しい、ね、そうですね、人間とノロシカは、280、うん、28×10、 馬が、308、28×11、ラクダが、392、28×14、そうそうそう、でツバメが14日、これおもろいですよね、14日はですね 18×2 で、アヒル、アオサギは23日で、ウグイス、ヒワ、カッコウ、カワセミ、キツツキ、ヒバリ、コウノトリ、
なんかあのまあ、その他鳥も28、うん、鳥とかは28日が多いとみたいな感じで、この28日23の周期がですね、感情とか身体を司るのもあるんですけども、妊娠の周期と感情あるから、もっと綺麗に遡っていくと、うん、かなりこうになんですか、生き物と深い関係にある周期なんじゃないかなって。僕らは普段月結構あの気にする周期したら1週間の7日とか、うんうん、1月の31日、うんうん、1年の365日ってのもあるんですけども、この23日と28日のを実は気にしながら生活していくと、うん、もっと自分のことを知れるんじゃないかなっていうのがバイオリズム、ほうほうほう、バイオリズム学なんですよ。じゃあ何、23日周期で、はい、どうなるんでしたっけ。23日で、うん、23日間で上がり下がりします。あ、23日の間でね、はい、一周するってことや、はいはいはい、一周というか一回こう、はいはいはい、ワンセットない、ワンセットになります、はいはい、で28日間でこう上がり下がりします、うん、その感情は、はい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 、この一回でだから、28日間、精神の場合は、うん、14日間ぐわーって上がって、うん、14日間ガーッと下がると。だからこのリズムをこう鑑みると、まああまり良くないですけど、うん、まあギャンブルとか、うん、例えばあのテストとかテスト勉強とか、うん、では僕はですね、あ、なんか覚えたりとかあの勉強したりするときは、あの 知識の周期が高いときにやろうかなとか、こ こうやって、賢く生きていけるっていうですね。あとアスリートとかね、アスリートとかいいですね、体のリズムをちょっと、うん、整えるみたいな、それがバイオリズムなんですよ、うん、いわばこう自分をコントロールできていきますよね。そうです、自分のことをより知っていくと、うん、でこれはですね、昔の話なんですけど、いまだにこうインターネットで検索すると調べることができるというので、あの皆さんもぜひバイオリズム学をですね調べてですね、自分のことを持って知っていけばいいんじゃないでしょうか、うんうん、こんなんどうですか。いや、素晴らしい素晴らしい素晴らしいね。え、部長、部長やね、部長も褒めてくださったんですね。部長が褒めるって、はい、結構あるな最近は。はい、ありますね、うん、結構。でも本来厳しいから。ああ、厳しい厳しい、うん、怒ったらどうなるんですか。部長怒る、怒ったらもうあの人殺すから怖っ、ちょ怖いよ、デッドアライブですねこの部活。そうです、そうです、ミスったらダイです、ダイダイダイ。まあでも、はい、いいじゃないですか、あのいいですか、そういうすぐ使えるというか、すぐ使える、あの、まあ、皆さんも検索してね、はい、そうですね、自分の今の状態っていうのを、はい、そう、見極めるのもいいんじゃないですか。そう、調子悪いな、調子いいなっていうのは自分で把握できるってことが分かってくださったらいいなと思いまして、うん、紹介させていただきました。ありがとうございます、はい、こちら今日のムーブでした、まあ、今回はこれ、はい、あのね、バイオリズム活用術、はい、良かったんですけど、まあ、次回もね、うん、あのまだまだオカルト攻めていきますので、はい、皆さん次回もムーブでお会いしましょう、はい、それでは、はい、ムーブ。皆さん、ムー公式スーパーミステリーチャンネルへのご登録、グッドボタン、そしてコメントなど、よろしくお願いします。